イヤホン難聴になった男子の末路。僕の左耳はもう治らないんですか？俺はカイチェル、末路高校に通う2年生だ。俺はクラスで基本音楽を聴いているか寝ているかのどちらかなので、クラスメイトと関わることはなかった。カイチェル君、今日掃除当番だよ。あ、何？いや、なんでもないです。あ、そう。プリント返していくぞ。呼ばれた人、前に来てくれ。まず、カイチェル。カイチェル君呼ばれてるよ。カイチェル君。あ、すまん。学校もただ行ってるだけで何の楽しみもなかった。担任には音楽をよく聴いているという理由だけで吹奏楽部や軽音楽部などの入部を勧められたが、入る気はなかった。おい、親父が帰ってきたんだからお帰りぐらい言ったらどうなんだ。おい、なんとか言え、このバカ息子。うるせえんだよ、飲んだくれじじいが。全部お前のせいでこうなったんだろ。お母さん、なんで出て行っちゃうの？ごめんね、カイチェル。許してね。お母さん。母は酒癖が悪い父に愛想を尽かし、俺が小学校1年生の時に出て行ってしまった。それから俺はさらに自分の殻に閉じこもるようになった。今日は嫌なことがあってからニューアルバムを聴こう。俺は昔音楽番組で見た末路の終わりというバンドに衝撃を受けた。そしていろんな音楽を聴くようになった。俺はイヤホンで音楽を聴いている時だけが幸せを感じられた。やっぱり音楽に没頭できる時間は最高だな。明日は休みだし一日中音楽に浸ろう。俺は休日決まって音楽を聴きながら図書館で勉強するのがルーティンだった。すいません、これ返却したいんですけども。はい、ありがとうございます。返却するのはこれだけですか？え、何ですか？返却するのはこれだけですか？あ、はい、わかりました。ありがとうございました。あれ、何だったんだろう。一瞬声が途切れたんだよな。俺はいつも通り音楽を聴きながら家路に着いた。そしてその日から徐々に物音や人の声が聞こえづらくなっていた。すぐに異変に気がついた。不安になった俺は急いで近くの耳鼻科に駆け込み診察を受けた。カイチェル君、右耳でも私の言葉は聞こえるかな？はい、大丈夫です。先生、僕の左耳はなぜ聞こえなくなったんですか？診断の結果、カイチェル君の病名は音響性難聴です。これは長期にわたりイヤホンなどで音楽を聴き続けることによって引き起こされる後天性聴覚障害の一種です。耳の中には聴毛という器官があり、これが正常に機能しないと音が聞こえなくなります。なるほど。僕の左耳はもう治らないですか？聞こえづらくなった時点で診察に来てくれればまだ対処法はありました。しかし一度壊れてしまった聴毛を完全に回復させるのは不可能に近いです。ということは、僕はこの先大好きな音楽を両耳で聴けないんですか？はい、申し訳ないですが。そんな。その後俺は音楽を聴くことをやめた。唯一の楽しみがなくなり、俺は廃人化してしまった。